はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第188回をやっていきます。今回はマーケティングの全体像ということで、今回は全体を解説して、これから数回にわたってそれを一つずつ詳しく説明していきたいと思います。今回は全体像ということですね。マーケティングっていうのは何だったかっていうと、まあ、前回やったんですけれども、顧客から買ってもらう仕組みを作るということですよね。仕組み作りであるということです。だから究極的には例えばその自動販売機を設置するみたいな感覚ですよね。ここに自動販売機を設置しておけば、ある程度お客さんが、まあ、自分の方から自動販売機に130円お金を入れて、そしてジュースを買って行ってもらうということですよね。まあ、自分からジュースを持ってこうお客さんに売りに行くというよりは、どっちかといったら自動販売機を設置して、そしてお客さんの方に130円機械にお金を入れてジュースを買ってもらう、その顧客から買ってもらう仕組みを作るというのが、まあ、マーケティングということになるわけですよね。で、まあ、理論的な理想を言えば、もしマーケティングが完璧であればね、完璧であればその後こっちの方から売るという行動は必要ないわけですよね。完全に自分たちの思った通り、例えば今の自動販売機の例で言えば、ね、もう完全にこれだけの交通量でこれだけの通行者の数がいたら、まあ、確率的に、ね、ここに自動販売機を置いておけば間違いなくその、ね、かかる経費よりも多くの売り上げが上がって利益が出るというのがもう完璧であれば、まあ、その後自分たちから売るという行動は必要なくなるということですよね。まあ、理論的な理想を言えば、まあ、その状態が一番マーケティングの理想ということになります。なので、まあ、顧客から買ってもらう仕組みを作ると、まあ、自分たちからこれね買ってください買ってくださいというものを売りに行くというよりは、お客さんの方から買ってもらうという、 それをこうね、人的な力ではなくて仕組みとしてどうやって作っていくかっていうのが、まあ、マーケティングということになるわけですよね。で、前提としてはまず理念がありますと、ね、そもそもうちの会社っていうのは何のために存在してるんですかと、ね、自分の会社が存在し続ける限り追い求める長期的な夢は何ですかと、そしてそれを中期的なところで、じゃあ何年何月何日までにこれだけのことを達成しましょうと、ね、数字を入れて、ね、まあ、売上なのかもしれないし利益なのかもしれないし、ね、従業員の数なのかもしれないですけれども、ね、何年何月何日までにうちはこの数字を実現しますと、それが中期目標です。じゃあこれを目標を達成するために、まあ戦略というのを作っているわけですけど、マーケティングっていうのもまあ戦略ですよね。まあ、この顧客から買ってもらう仕組みというものを作るという、まあ、マーケティング戦略ということになります。だから戦略の 大元の考え方っていうのが、まあ、そのままマーケティングにも入るわけですね。まあ、若干やっぱりこうね、かなりこう詳しいというか、かなり細かいところも入ってくるわけですけど、全体的には、ね、戦略を作るというのと、まあ、同じ考え方になります。それがもっと詳しくなってる、もっと細かくもっと詳しくなってるっていうイメージですね。で、マーケティングというのは全部で7段階でやっていくということになります。1番が環境分析、2番が市場機会の発見、3番目は市場の細分化、そして4番目は標的市場の選定、で5番目は独自性の位置づけと、で6番目は裁量の組み合わせの決定と、で最後はマーケティングの実行と評価ということになるわけですね。なのでまずは環境分析です。でこれはもう戦略のところでもすごく詳しくやったんですけれども、外部環境と内部環境というのを分析しましょうと、ね、自分たちはコントロールすることができないものですよね。まあ、例えば世界の政治経済社会、もしくは技術と、もしくは日本の政治経済社会技術と、まあ、そういうこう自分たちではコントロールできないんだけど、でも自分たちの経営に影響が与えるものです。でもっと身近なところでいけば、例えば競合の状態ですよね。ライバル他社についての分析とか、あとはマーケティングということに特化するならば、一番大事なのはやっぱりこう市場ですよね。自分たちが今から参入しようとしている、もしくは自分たちが今実際に、ね、商品サービスっていうのを提供している市場について詳しく理解すると、詳しく分析するというのが外部環境分析ですね。これは戦略でも詳しくやりました。ね、スウォット分析とか、ね、そういったものもやりました。 3C 分析とかそういったのもやりました。で、内部環境というのを分析する、これは自分たちの経営資源というのがどういうふうに使われていて、自分たちはどこの部分で、ね、付加価値を作っているのか、
ね、設計で作ってるの、研究開発で作る、ね、付加価値があるのか、それとも設計で研究開発がある、あの、付加価値があるのか、製造で付加価値があるのか、それとも流通に付加価値があるのか、もしくは販売に付加価値があるのか、もしくはアフターフォローに付加価値があるのか、まあ、そういった内部環境というのを分析しましょうと。で、まあ、これでまあ強みというのを発見していくということですよね。はい、これはまあ今日あの戦略のところでの復習というところにも入ります。でまずは自分たちの外、自分たちがコントロールすることができない外と自分たちがコントロールすることができる中というのをしっかりと分析しましょう。これが1番ですね。で2番は市場機会の発展です。で外部環境の中で機会というのがあると、例えば世界的にこういう新技術が流行っていきそうだとかね、日本の中でこういったものが流行していきそうだとか、もしくは今現在進行形でこれが流行しているとか、そういう機会というのを見つけます。ただ機会だからって言ってそれでやればいいのかって言ったら違いますよね。自分たちは理念があってビジョンがあるわけです。私たちはそもそも何のためにこの会社っていうのは存在してるんでしたかということですよね。で それが あった上で、例えば外部環境でもしね機会というのを見つけたときに、じゃあ日本はね今からね高齢化で、なおかつねあの日本の成長産業として、例えばね人の死に関わる、ね、そういったものが、ね、成長産業だって仮に分かったとしても、それが理念にね一致してなかったらねやっちゃいけないわけですよね。まあ、自分たちは何らかね、例えばその理念として人が最後に、ね、亡くなっていくときに、ね、安らかな、旅立ちを支援するとか、そういう理念だったらもうドンピシャで、ね、人の死に関わる、例えば葬儀ビジネスとか、ね、あのそういったものっていうのは関わってくるわけですけど、ね、この理念と全然違うことであれば、ね、自分たちは全く違う、例えばね自動車を通じて人々の生活を便利にしますとかっていう理念なのに、ね、あ外部環境を分析したら、ね、あの葬儀が、ね、今から流行しそうじゃ、じゃあやりましょうっていうわけにはいかないですよね。かける強みです。内部環境を分析したときに自分たちの強みというものがあって、その2つが掛け合わさった好点が自社にとっての機会ということになるわけですよね。外の世界ではこういったことがチャンスです、まあ、チャンスがまあ例えばいくつかあったときに、その中で自分たちの強みはこれだから、それが2つが合わさったもの、あ、ごめんなさい、2つが合わさったものというのが自社にとっての機会ということになるわけです。でそれをまあ見つけましょうということですよね。自分たちが強いという部分と外の部分の環境における機会というものを合わせたところが自社の機会ということで、それを見つけましょうということですね。はい、そして3番目、市場の細分化ということになります。不特定多数の人々を同じ必要性を持つ塊に分けるということですね。これはまあどういうことかというと、まあ、例えばですね、まあ、例えば理念が、まあこうね、自分たちが自動車っていうね、事業をやっているとしたときに、まあ、自動車を通じて人々の生活をより快適にするとかっていう、まあ、そういう理念があって、ね、じゃあ例えば自動車だったら環境かん、外部環境を分析したときに、ね、例えば人工知能 AI というのが、まあ、流れとしてある。人工知能 AI というものを活用すれば、ね、自動運転技術というものが、ね、あのこれからはチャンスになるんじゃないか。ね、今だったら人間が全部こう、ね、運転してますけど、高速道路みたいなああい こう、ね、一直線のところとかっていうのは人間じゃなくて機械、人工知能 AI というもので、ね、結局人間が運転しなくても運転できる、そういう車というのが例えば機械として見えたとしますよね。でこれは自動車業界7社全部機械だったとします。ね、トヨタにとってもホンダにとっても日産にとってもマツダにとっても全部チャンスだというふうにしたとします。そうすると、ね、不特定多数の人々を同じ必要性を持つ塊に分けるって言ったときに、じゃあね、その人たち、じゃあ自動車って言ったら基本的にはね、まあ、かなり多くの人に必要とされているものですよね。で、そうすると、まあ、やっぱりね、その後にも関わってきますけれども、やっぱりね、あの自分たちがやっぱり一番こうね、買ってもらいたい理想のお客さんみたいなのを設定する必要があるんですよね。いや、うちの自動車は男の人にとっても女の人にとっても両方にとっていい自動車ですとかね、うちの自動車っていうのは60歳の高齢者の人にも20歳の若者にもいい自動車ですとかね、そういう なんかね、うちの自動車は日本人にとってもアメリカ人にとってもヨーロッパ人にとってもいい車ですとかっていうのはやっぱ売れないんですよね。売れないんですね、やっぱり20代と60代の好みって全然違うし、日本人とヨーロッパ人の好みって全然違うし、男性の好みと女性の好みってやっぱ全然違うわけですよね。
だからそういったのをこう、ね、分けていくわけです、ね、例えば男性女性っていう分け方もあるでしょうし、まあ、仮に自分たちが人工知能を活用した自動運転技術の自動車を作っていくって言った時に、じゃあそれっていうのをね、どういうねお客さんに自分たちは今から売っていこうとするのか、どのお客さんに一番支持されたいのかっていうのをね、作っていくわけです。ね、例えばじゃあ20代、60代、まあね、その途中のね、40代とか30代とかでっていうのでもいいわけですけど、ね、まあ、例えば日本、これはもう日本向けの車だと。いやもしくはその、ね、これはヨーロッパ戦略車なんだと、ヨーロッパで流行させたいんだとか、まあ、そういった塊を作っていくわけですね。なので例えば男性という塊、女性という塊、20代という塊、40代という塊、60代という塊、もしくは日本人という塊、ね、中国人という塊、ね、アメリカ人という塊、もしくはそのヨーロッパ人という塊で、そういう、こう塊を分けていくわけです、ね、そしてその4番ということで標的市場の選定ということですね。自社が事業を展開する塊を選び出すということですよね。だ今回は例えば、ね、30代での男性で、ね、あの日本人の人、こういう人にうちの会社の車ね、繰り返しなんですけど、必ず競合他社がいますからね、競合他社がいるので、自分たちのやっぱり強みに合う、まあ、自分たちが一番ね持っている強みに合う、そういうお客さん、仮想のお客さんですよね。実際この人たちにが理想のお客さんとして、まあ、設定するわけですね。でこの人たちの好みに合う、この人たちが必要としている、この人たちが欲しいと思うものを考えていくと、作っていくということになるわけですね。自社が、事業を展開する塊を選び出します。分けてこの中でじゃあ自分たちはどういったお客さんに、ね、一番支持してもらいたいのかというのを決めていくということになります。そして5番、独自性の位置づけということですよね。競合と差別化し、顧客から見て独自の商品であるという位置を決めるということですよね。やっぱりこう自動車って言ってもね、日本で言っても7社ぐらいね、あのトヨタとかホンダとか日産とかマツダとかね、あのスズキとかダイハツとか、まあいろいろありますよね。そういった時に、ね、でどこも同じ車は作れるわけです。どこも同じ車は作れるわけですけど、やっぱりこうね、トヨタはトヨタらしい車、ね、日産は日産らしい車、ホンダはホンダらしい車、マツダはマツダらしい車っていうのを作っていくわけです、ね。せっかく機械かける強みで、ね、自分たちもじゃあね、自動運転の、ね、あの自動車っていうのを作っていこうと、ね、今から4年後の2020年までに実際に出そうというのが、まあ、決まったとして、じゃあね、トヨタさんは、ね、まあ、こう縦軸と横軸何にするかっていうのはちょっと、ね、あの適当ですけど、まあ、例えば縦軸は、ね、燃費、何でもいいんですよ。この、ね、軸の設定っていうのもね、やっぱすごく大事なので、何を軸に設定するかっていうのもあれだと思うんですけど、今横軸は例えばデザインだったとした時に、やっぱトヨタさんっていうのは燃費が良くてね、デザインっていうのはまあ真ん中以上だった、ここにトヨタさんがいるとかね、まあ、これすごい適当です、あの全然もうあの適当にやってますけど、ね、あのね、じゃあ、ホンダさんっていうのもやっぱ燃費が良くて、まあ、デザインっていうのも、ね、あのかなりいいということですよね。で例えばね、日産といえばちょっと燃費はホンダさんとトヨタさんのさんよりは落ちるかもしれないけど、デザインっていうのはやっぱすごく優れているとかね、まあ、これ全部適当ですからね、今あの全然こう本当のことじゃなくて、まあ、単にこう例としてやってるだけです。ってなった時にね、あ、ここ空いてるんじゃないのっていうのをこう見つけるわけですよ ね。例えば日産さんはデザインが良いけど燃費はね、あの そこまでそのホンダさんとかトヨタさんほどはないとかって言った時に、例えばね、じゃあここ空いてるじゃんと、ね、もううちはデザイン無視と、だけど燃費はもう抜群に良くて、その分ねトヨタさんとかホンダさんよりも若干安めの価格の、ここを取ろうというようなことを考えたりね、もしくはそのね、もうとにかく燃費よりもとにかくデザインだということです。その例えばここ空いてると、ね、もうデザイン抜群と、
で30代男性の日本人がもう一番好きそうな、一番ね好みの、一番必要としているような、もうこういう車の形の車欲しかったんだっていう、ここは言ってるじゃんと。もう燃費はもう一切打ち出さないと、ね、燃費は一切打ち出さないで、もうとにかくデザインが抜群にこの人たちに、ね、ドンピシャで合うような、そういう車を作ろうとか、こういったのをね、独自性の位置づけっていうふうにやるわけですね。うちはこれをやろうと、ね、この人たちからして、ここの、ねね、この人たちからすると、いやこんなかっこいい車、こんなデザインのいい車他になかったよねと。やっぱりうちは、ね、あ、僕たちはここの車が欲しかったんだっていう、そういう位置を決めるということです。どこの位置を取りますかということですよね。それが独自性の位置づけということになります。まあ、縦軸に何を取って、横軸に何を取って、でそれに対してこう、ね、競合他社っていうのを入れていって、でそれで、自分たちが空いてる場所っていうのを見つけて、それで空いてる場所で自分たちの商品開発もしくは、ね、販売というのをやっていくということになります。でここまで決まったら、裁量の組み合わせを決定していくということですよね。位置づけに基づいて、例えば自分たちもとにかく30代男性日本人が一番求めているデザインのいい車を作ろうということをもし決めたならば、それに基づいて4つのことを決めていくわけです。商品ですね。で今回の商品というのはこういう商品を作りましょうと、ね、でいくらで売りましょうと、ね、でどういう流通経路で売りましょう。例えばね、直接ね、あの売るのか、もしくはインターネットで売るのか、もしくは直接売るってなった時に、ね、例えばその旗艦店っていう一番ね、自分たちの、一番中心のお店だけで売るのか、もしくはそのね、もうとにかく全国の販売網を生かして大々的に一気に売るのか、ね、まあ、そういう、こう流通ですよね。こう流通っていうのをこう、ね、広げれば広げるだけ大衆に広がりやすくなるんですけど、それだけ、まあ、ブランドイメージっていうのが落ちるんですよね。なんかどこでも売ってるっていう感じになるわけです。で逆に流通を狭めれば狭めるだけ、ね、あのそのみんなにこう大衆に一気に広がらないんですけれども、その代わりこうブランドイメージっていうのは、まあそこじゃないと、例えば東京の、ね、あと例えば新宿じゃないと買えないよと、ね、あそこの旗艦店じゃないと売ってないとかね、まあ、そういうことで絞ればブランドイメージが上がって、まあ、価格帯っていうのも上がっていくわけですよね。だからどんな車かっていうので、まあ、大衆車っていうね、こう平均年収の人たちが買ってくれるような車を作るのか、それとも逆にね、もうかなりハイクラス、ね、あの例えば1000万、2000万ぐらい、ね、自動車に出してくれるようなお客さんじゃないと売らない。売らないっていうことであれば、それ流通量を絞るということですけど、まあ、そういったことを決めていくわけです。それはこの上に関わってるわけですよね。上にどんな商品を作るっていうのが決まって初めて、こういったものが具体的に決まっていくということですね。もうただの30代男性、日本人サラリーマン平均年収例えば400万とかっていう人が対象だったら、やっぱその人たちが買えるものじゃないと、買えるものを設定していくわけですよね。逆にいや自分たちはまあ、ね、例えば60代の男性でもうね、定年退職をするっていうことでもうね、お金に余裕があるからかなりいい車に乗りたいと言ってる人だったら、まあ、それはそれ相応で変わってくるわけです。広告宣伝もしっかりですね。広告宣伝ももしね、価格帯の低いものでね、大衆車っていうのであれば、やっぱそれ相応の広告宣伝になるし、逆にもう1000万、2000万クラスの、ね、車ってなると、もうイメージ広告ですよね。もうテレビ CM でもかっこいいのを15秒流すとかね、まあ、そういう広告宣伝になってくるわけです。だから上が決まってくれば下が自動的に決まってくるわけですよね。大衆車だったら大衆車なりの売り方があるし、で高級車だったら高級車なりの売り方っていうのがあるということになります。位置づけを基づいて商品、価格、流通、広告宣伝という4つの組み合わせというのを決めるわけですよね。まあ、いわゆるマーケティングの 4P と呼ばれているものです、ね、プロダクト、プライス、ね、プレイス、プロモーションというふうにマーケティングの 4P というふうにいわゆる言われているものですけど、この 4P というのを決めましょうということです。でここまで決まったらね、もう商品決まりました、価格決まりました、どういう売り方するか決まりました、どういう広告宣伝するか決めました、だったらもうあとは実行ですよね。実際商品作って売ってみるということになるわけです。でマーケティングの実行と評価ということで、マーケティングを実践し結果を検証するということですよね。でこれでまあビジョンが達成できた、できなかったっていうのを見て、でまた環境分析からやり直すということになります。まあ、基本的な考え方っていうのは戦略ですよね。もうマーケティングっていうのは戦略レベルの話なので、基本的には戦略の考え方なんですが、まあ、ややこう細かいというかね、やっぱりお客さんの方から自分たちがいい製品作って、じゃあ売りますって言って、こう自分たち主導でガーンってこう売っていくっていうよりは、
お客さんのことを考えて、お客さんから見て自分たちは独自商品であるっていうふうにどうやって認識してもらうか、それが決まってから商品、価格、流通、広告宣伝っていうのを決めていくっていう意味で、まあ、顧客から買ってもらう仕組みということで、ややこう丁寧というかね、やや細かい、やや具体的なところっていうのがこう入ってきている。ただ大元は戦略なので、マーケティングっていうのも戦略なので、戦略立案っていうのが大元の考え方として入っているということになります。ね、次回からはこの7つっていうのをもっとね、1個ずつより細かく、より細かく、詳しく見ていきたいというふうに思います。今回は全体像ということで、この7段階の流れでマーケティングっていうのはやっていくということですね。はい、今回の動画はですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、メルマガ登録をしていただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。